1997年に結成されたディル・アン・グレイ。インディーズ時代からヒットチャートを席巻し、ホール級のステージも常に満員という人気を誇る。メジャー転向後も進化を続け、日本国内はもとより海外でも高い評価を受けている。ミュージックシーンを驚かし続けるディル・アン・グレイ。今日はそんな彼らの生の姿を、今年1月の横浜アリーナでのライブとニューアルバムのレコーディング風景、そしてインタビューを通して映し出していく。現在彼らは夏の終わりにリリース予定のアルバムを制作中である。通常レコーディング現場にはメンバーと数人のスタッフしか入室を許されていない。今回は1日限定という条件でカメラが入ることができた。まず初めに目にしたのはメンバーの話し合いだった。各々が書いた曲に他のメンバーがその場その場でアイデアを出し合い、曲の完成度をより高めていく。詰めてんのだいぶなくしたから、雰囲気がまた変わるかもしれない。そうそう、うん、それに合わせてそのギターのあれを今切りようか。今入ってるギターをコードにするか、うん、変えるか、うん、迷います。マジでリズムはそのままで。ああ、でもコード変わったら、そっちも、あ、難しいな。レコーディングもより高いレベルを求め、ストイックなまでに何度もテイクを重ねていく。ちょっと何ていうんですかね、ちょっと強すぎるかなって気もした。大丈夫じゃないみたいですね。じゃあ頭のブレイク。細かなサウンドへのこだわりは時間を忘れさせ、満足のいくテイクをレコーディングできるまで続く。ある意味では完璧主義ですね。いろんなことを試してみるっていう、そういう気持ちもあって、もう本当にやってて刺激的で面白いです。彼らが追い求める音楽とは、そして今何を考え、どこに進んでいくのだろうか。結成からほぼ全てのステージをソールドアウトするというインディーズの概念を覆す人気を誇ったディル・アン・グレイ。斬新なメロディ、アンハッピーエンドな歌詞、攻撃的なステージパフォーマンス、バンドとしてスタートした時点から一貫したバンドイメージを持ちながら常にファンを驚かし続ける彼ら。彼らは初めからプロになることを意識していたのだろうか。ずっとプロのつもりでしたけどね。人にものを聞かすライブをするっていうのはお金を釣ってるわけで、そういうことではもうプロだろうかアマチュアだろうか関係ないだろうっていう、もうバンド組んだ時からプロを目指すんじゃなくてプロっていうことを自覚してやってましたけどね。インディーズバンドとしては異例の武道館公演、しかもチケットは即完売。この出来事はミュージックシーンにおいて事件と呼ぶに値するほどの衝撃だった。当然メジャーは彼らを放っておかなかった。周りがまあ変化したんで、まあ、変化をもう感じましたけど、俺らはまあそういうことになったんやみたいな感じですね。インディーズがプロになったからどうとかじゃなくて、まあ、常に、まあ、成長はしていってる感じです。
メジャーデビュー後も彼らの才能は溢れんばかりだった。デビューシングルとしては異例の3枚同時リリース。しかも全てチャートのベスト10入りを果たすという快挙を果たす。しかしヒット曲は彼らにとって目標でも魅力でもなかった。まあ嬉しいですね。まあでもそのに関しては、ね、それを求めて曲を作ってるわけでもないですからね。自分たちのやりたいこと、好きなことができればいいという感じですかね。まあそこに賛同してくれる人がいればそれはそれで嬉しいし、うん、音楽以外にも彼らは独特の世界観を持つ。その一つがボーカル京が書く詩。聞いてなんかこうすごい深い赤色のイメージとか、うん、なんかすごい広い夜の海とか、なんかそういうものが出てきてそこから広げていくって感じで、曲に合った歌詞、そのこの曲でこの歌詞とか、あえてその曲と全く違うパターンの歌詞とか、そういうのってやっぱり曲を聴いてからの、こう出てくるもので書きたいから、書き溜めるってことはしないんですね。メロディーに関係なく、今日の各詞は重く、そして痛い。僕自身としてはそんなにヘビーなものって考えてなくて、なんか今世間一般的にまあその出てる歌詞とか曲とかってこうソフトなものが多いじゃないですか。いわゆるこう受け入れやすいものとか、ハッピーエンドとか、そういうものって実際
世の中にあるのかっつったらそんなないと思うんですよね。逆にそのヘビーなものの方があると思うんですよ。でそういうものって隠したがるじゃないですか、日本っていうのは。そういう人が隠すものとか、誰もが持ってるものとか、誰も書かないもの、でもそういうものを表現する人間がいてもいいんじゃないかっていう、そのなんか普通のもん書いててもやっぱり私もできんし、その他のアーティストの人もまあ書いてるから、まあ、僕自身興味ないっていうのもあるんですけど。そしてもう一つの世界観がビジュアル面。特に今日のステージパフォーマンスは見るものを圧倒する。感情で僕歌うタイプなんで、そのピッチがどうとかそういうものってあんまり気にしないんですよね。なんか、まあ、ライブ見てもらったら多分分かると思うんですけど、その俺以上に感情を込めて歌える人がいたらマジ見てみたいぐらい。鬼気迫る彼らのステージの前に観客は興奮の頂点に達する。てるんですよとか、自分の考えを人に伝える。でもなんかね、僕はそういうの好きじゃないので、押し付けがましいっていうか、だから客がお客さんがゼロでも多分一緒のライブはできると思うんですよね。僕自身自分のために歌ってるって。しかしこれほどまでに体を痛めつけ血を流しながらも何を表現しようとしているのだろうか。自分で次はどこまでいけるか、この間よりもっと世界に入れて、それが表現できるか、 100% どこまで近づけれるか。だから簡単に言ったら自分とのもう本当勝負だと思うんで、だから別にそれが血が流れようが、そのね、怪我しようが、それででも自分の思ってることが表現できるなら別にそれはそれでいいっていう。
ディル・アン・グレイの人気は国内にはとどまらなかった。去年行ったアジア公演では想像を超えるファンの歓迎に遭う。もちろんステージのチケットは全てソールドアウト。マスコミだけでなくファンも常に彼らの周りに群がっていた。そしてその熱狂ぶりに驚いたのは他でもなくメンバー本人たちだった。アジアにこんなに熱狂的なファンがいたのかっていうのでびっくりして嬉しかったです。うん、ですごいやっぱ熱狂的がもうその日本と次元が違うんですよ。やっぱこう、次はいつ見れるかわからないっていう、だから自分がまあガイテレを見るような、だからもうすごいこう必死なんですよね。アジアじゃなくても日本でも別に待っててくれる人がいるっていうのはとりあえず嬉しいことだなと思いましたけど、でまあそれがたまたま海越えたところでもちゃんと待っててくれるっていうか待ってたっていう人がいたっていうのが一番嬉しかったというか、そういう点ではすごい感動したんですけど。アジアでのステージ経験は明らかに彼らを大きくしていった。一番大事なことを気づかせてくれたというか、俺らが日本で普通にこうファーストライブをするの時のような感じに近いというか、なかなか日本じゃもう無理じゃないですか。そういうのをこう改めて気づかせてくれた。すごいいい経験になりましたね。1月の横浜アリーナを最後にライフワークともいえるステージには立たず、ニューアルバムのレコーディングに専念している。ライブバンドを辞任する彼らにとってアルバムを作るということはどういう位置づけなのだろうか。アルバムってまあいつもそうなんですけど、最高のものを出すだけですね。完成したもの、自分がその思い描いているものとかをそのこの5人で形にしたものを早く聴いてみたい。レコーディングの最中もカオルは曲作りを続けていた。ディル・アン・グレイは曲作りはもちろん、アレンジ、アルバムのトータルコンセプト全てをメンバーの話し合いで決めている。その中でもカオルはリーダーとしてその中心となり、
プロデューサー的な役割も果たしている。ネクラな作業っていうか、こう昔でいうとこうガンプラを作ってるようなノリというか、なんかそういうのはで完成した時になんかすごくこう達成感があってっていうか、うん、そういう作業自体が好きですけどね。そのカオルが曲を書いた霞、アルバムに先駆けて先頃リリースされた。現在ヒットチャートに上っているこのシングルですらアルバムのごく一部に過ぎないと彼らは言う。もっとすごい曲はあるんで、たくさん今の自分の出せる限りのことはやってるんで、まあ、前回のアルバムよりはもうまたそれ以上っていうか、また新しいあの進化が見られると思うんですが、今一緒にこうやっぱ作ってて、もうあこんな音入っちゃうんだみたいな、もう僕もゾクゾクしながら一緒にやってますから、現在もレコーディングは続いている。ニューアルバムではどんなディル・アン・グレイを見せてくれるのだろうか。発売が待ち遠しい。夏の終わり、
今でも現在でも進行形ではあると思うんですけど、今現在のディル・アン・グレイっていう人たちを真空パックしたものだとは思ってますけどね、前からアルバムっていうものは、出すごとに必ず良くなってくるので、今までの中でやっぱり一番いいんじゃないですかね。Yeah!